この辺をちょっとじゃあガシャガシャやってみようか。上流の方から適当にガシャガシャやれば。いた！はい。めちゃくちゃ怒ってる、威嚇してる。うわーすげー。ちょっと気持ち悪いだろ。本当だ。ちょっとちょっとグロテスク。どうも、てっぺいチャンネルです。今日はですね、埼玉県東秩父村に来ております。今日はですね、ここである生物を採集したいと思うんですけど、昆虫採集と言ったらこの人、お呼びしましょう。どうも。まあいやとんでもない。吉田健二さんです。今日撮る昆虫はね、宮崎駿さんの風の谷のナウシカ。ナウシカ、はい。視界に出るあの巨大昆虫。そんなやつなんですか。そんな、ここにいるんですか。いるいる。それのそのモデルになった昆虫がここにいるんだね。怪獣だね。その名もね、ヘビタストンボ、ヘビトンボ、ヘビトンボ。そう、今日も4月の末だけどね、ちょっと早いんだよね。今日はね、それプラスなんと大山カワゲラ。カワゲラはてっぺちゃんも知ってるだろ。知ってます。カワゲラってさ、ちっちゃいさ、はい、そうピラピラペットでね、はいはい、その中のね、トップな王様なんだよ。カワゲラの中の王様。ハモりましたね。その辺にいっぱいいるんで、ね、多分ね、いいと思うよ。ちょっと待って、今カジカガエルいたんじゃん。あ、カジカガエルだ。すげえ、カエルだ。あれ、これカジカですか。違うね。うん、カジカじゃねえな、これ。てっぺいちゃんね、まだね、はい、時期が早いから、はい、少し下流に行った方がちょっとの違いでね、やっぱり生物が敏感に感じるんだよね。少しの地球の違いでいるから、ちょっと下流に行ってみようか。わかりました。めちゃくちゃキラキラしてますね。まあ飲めたら飲めるよね。ねえ、これ本当飲めますよね。うわーすげえ。マジで。これね、ちょっとそーっと戻しとかなくちゃいけないんだけど、これカジカガエルの卵。ね、もうすぐおたまじゃくしになるんだ。潰れないし、潰れないにそーっとそう。で、これカジカガエル。ほら。取ってるし。ね、すげえ。これ貴重だよね。貴重ですよ。渓流に生息するカエルで。うん、なんちゅったらいいのかな、鳴き声が独特なんですよ。夜、渓流でカカ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 って夏の風物詩みたいなね、いい感じでね。これそーっとそーっと戻しておいてやらないと、これかわいそうだから、そーっと。で、カワゲラはね、はい、石の下にいるんだよね、幼虫は。だから、網をこの奥、据え置くのね。そうそう、下流の方に。そう、水の流れを見て、それで石を、はい、上げる。上げる、はい。そうすると自然と入ってくる。なるほど。で、見ると、ほら、いろいろ入ってんだよね。どんなの。ほらほら、これカワゲラ。おお、すごいすごいすごい。これさっき早速、うわ、早速いた。これね、早速いた。なんだろうな、これそこそこ大きいカワゲラの幼虫。おお、幼虫。早速いましたね。そうだ。カワゲラの幼虫だ。すごいすごい。これはね、はい、カワゲラの幼虫。かわいいな、こうやって見ると。ねえ、かわいくて手放せない。今僕手っぺちゃん、ちょっとここに網やから、ね、ここですか。はい、あれだ。そしたら、はい、じゃあ見て。お、なんか、ムニュムニュしたのがいたぞ。ああ、なんか、ここに、まず小さいのが。ね、これもね、はい、そう、水性昆虫。あ、いた。カジカがいたよ。うわ、本当だ。やば。やば。やばいな、カジカ。かわいいね。すげえ。美味しいんだよね、あとね。すごいな。食べると美味しいんだけど、てっぺちゃん逃がしてあげようね、最後にね。すごいな、カジカ。あ、カジカ、ちょっとこれ意外とカジカで。なんかもう達成感が結構来てる。これいきなりあんなん取れるから。これちょっと見てよ、これ。はい、これ石が連なって、うん、石が連なってる、はい、これ何かっていうと、はい、カワムシがね、住んでた後でもう成虫になって出たんだね。へえ。あ、なんか動いてるな。
ヘビトモの幼虫早速いた。本当だ、これがヘビトモ。でかいな。うわーすげえ。ちょっと気持ち悪いだろ。本当だ。ちょっとちょっとグロテスク。ちょっとでもここそう牙があるでしょちゃんと。わかります、牙が。わかります。噛むんだよ。噛むんですか。痛いよ。もう、はい、大丈夫です。全然毒はないんで。すげえ。なんか幻想的な造形をしてますね。はい、結構まあまあこれ大きくないですか。まだまだ。ラン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 ですよこれ。あ、そうか、こうやっても飛ばねえんだよな。うん、すごいですねこれ。今撮ったのがね、ヘビトンボの幼虫。うわ、リアルでしょ。そのものですね。そう、今撮った。そう、私が作ってるんですけど、成虫はね、だいたい6月末か7月ぐらいに出てくるわけ。あの宮崎駿さんね、この幼虫にやっぱり目をつけたんだね、すごいね。で、成虫と組み合わせてこれを作った。これ羽は成虫の羽ですか。成虫の羽で、幼虫の体に成虫の羽。すごいな。まさにね、これ本当だ。まあ、あのかなりね、顎とか強調してるけど、そのもんだよね。いや、もうそのまんまですよね。そのまんま。それを今日採集したわけで。いやー、すげえ。いた！でかい。おお、でかいでかい。でかいよ、てっぺちゃん。でかいのいたよ。でかー！めちゃくちゃ怒ってる。威嚇してる。うわー、すごいなー。うわ、すげえ怒ってる。これだいたいマックスサイズだね。本当モンスターですね。ねえ、そう、小さいけどモンスターだよね。すげえ。すごい。うおー、すげえすげえ。ちゃんとここやってるよ。猫みたい。こうやってやってた今。すごい。もうあれですね、僕のチャンネルはもう虫嫌いの人は絶対見ないですね。またこの成虫がすごいんだよ。機会があったらね、7月出てくるから撮りたいですね。そうだね。ちょっとほら、これなんだと思う。これ抜け殻ですね。これ大山カワゲラの抜け殻。うわすげえ。セミの抜け殻と同じだよ。へえ。これがあるってことはもういる、いるってことだね。おお。これが見えてる。この辺をちょっとじゃあガシャガシャやってみようか。いきますよ。ちょっとガシャガシャやってみよう。上流の方から適当にガシャガシャやれば。上げてみましょうか。いきなりいた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 。あー、 いるね。何種類かいるね。あ、骨もいるね。ほら、てっぺちゃん見てみるから。おおお、これ全然形違うだろ。違いますね。全然違うよね。もうベッシュって感じで。これはなんかさっきのヘビトンボになんか基本的に似てるような感じで、先端にこのストローみたいな。おお、これもね、カワゲラなんだよ。あ、これもカワゲラっていうか、カゲロウとかカワゲラってカワブシの仲間。へえ。幼虫でこんだけ違うんだけど、成虫になるとあんまり変わんないんだよ、はい、やっぱり羽が生えてる。なんでここまで幼虫で変わるかですよ ね。種類が全く全然違うんだけど、同じ生態、川の中で育って成虫になるとそこに出てくる。これは、ね、多分大山カワゲラだと思うんだ。へちょっとね、幼虫ちょっと申し訳ないですけど、幼虫の童貞がそんな詳しくなくて。いやいやいや、まあ、あと大型のカワゲラのには間違いない。かわいいですよね。かわいいね。なんかコオロギ思い出す。エンマーコオロギ、どっこいしょんのコオロギでね。よろしく。多分これいったな。でかい、でかいのがカワゲラの幼虫。マジっすか。ほら、おね、でかい。おお、うわ、あれ。びっくりした。あ、またヘビ、ヘビトンボ。ヘビトンボ、なんか後ろも気に入るね。ちょっとザリガニチックな。標本用に幼虫持って帰るかな。コーヒー飲みながらこれ作りたい。コーヒー飲みながら、そう、いつも決まってるんですよ。ジャズを聴いてコーヒー飲みながら標本作り。カワゲラがいた。成虫が見ました。え、成虫多分ね、大山じゃないと思ったね。いや、これでも結構サイズありますよ。でも大山じゃない。じゃない。大山持ってみてください。あー、本当だ、すごいね。大山カワゲラ持ってみてください。あ、大山カワゲラいた。嘘。いたいたいた。
多分そうだ。本当だ。でかいほら。本当だ。でっけえ。でっけえ。奥のね。でかい。でかさ。大山いた。いた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 。いた。マジっすか。かちょっとカメラさん。はいはい。まず手前の。まずこれが普通ね。はいはいはい。で、大山川げら。おお。でっかー。ちょっと葉っぱうまくどかしますよ。でかい。これでかいよ。かっこいい。怒っちゃうから。全然サイズ違う。でかー。ここに普通のが2匹いるね。すげーかっこいい。とーっとーっとーっと。おー。でーす。すげー。すごいね。お腹べー。ね、優しく。やっぱりなんかあれだね、呼んでるね。ちょっと早いかなと思ったんだけど、これなかなかね、大山はね、大雨の、水害の後だから、今すごい減っちゃって、なかなか見つからないんじゃない。ちょっとルアー持ってきます。俺が欲しいよ、それ。おいや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 、どうぞ。欲しいぐらいだって。いや、今日はお疲れ様でした。いや、こちらこそ。新たな虫の分野が広がったね。広がりました。ちょっとね、カワムシにもハマりそうですね。あれ面白いよ。面白いね。しかも可愛いんですよね。可愛いし、ね、怖いしね。痛いし、そう痛いし、噛むと痛いしね。いやー楽しかったです。楽しかった、ね、本当今日はありがとうございます。いや、とんでもないです。これからもちょっと昆虫ワールドにいろいろ、まあ、昆虫ワールドで、はい、よろしくお願いします。